どうも、キスケです。本日は覚醒悟空3を採用したサイヤ人パーティーを紹介していこうと思います。多分ね、この形めちゃくちゃ強いと思ってて、孫一族パーティーで使うっていうのも強いとは思うんやけど、やっぱ前回じゃない、Z アビリティのノリが、若干悪いということで、全てのキャラクターがサイヤ人上げ、ゴジータ以外か、ゴジータ以外はサイヤ人上げでしっかりと、バフをしてくれると。で、ゴジータ入れてる理由は、サイヤ人の赤枠で一番強いキャラクターなんだって聞かれたら、ゴジータですよね。で、ゴジータ自身は、全開アビリティで自分自身に乗ってるんで、だいぶ強いということなので、多分ね、この形が、今の環境そこそこ戦っていけるパーティーになってるんじゃないかなと思います。はい。黄色枠のベジータもね、こいつ6凸にすれば、サイヤ人上げつくんで、強いと。で、受け役もできるんで、今の環境すごく強い、サイヤ人パーティー。アビリティボーナス見てもらったら分かると思うけど、なかなか高いですよね、これ3392。これは高い部類に入るんで、火力もあるし、防御力もあるし、で、フラグメントは結構ね、耐久寄りというか、体力増強して、粘っていく、そういう立ち回りもできるということで、非常に強力な、パーティーなんじゃないかなと思います。ということで、よければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは BVB 回っていきましょう。はい、マッチングしました。人造人間パーティー対戦やっていきましょう。お願いします。そうだな、どうしようかな。何出しても強いよね、このパーティー。ほんまに、でもゴジータは確定やね。こういう感じでいくか。これでいこう。受け役として悟空3も使えるんでね、救出あるんで。身勝手、ナンバーワンベジータ、もしくはマタナ悟空。これで、どれか1体出して、受け役として成立させて、殴っていくっていう、そういう感じですね。おわ、マジ？はい。Z アビリティ乗ってるから硬いよー。オッケー、このまま殴っていこう。十分火力あるでしょう。相当強いと思うよ。これ入ってなくね。はい、避けちゃった。オッケー。いやー、即発ダメか。はい、こっち。泥速上げたところで、ライジングラッシュは打てないんで、相手救出があるから。そう考えるとすげえ強え。特殊アーツについてんのちょっと嫌やな。この3体特殊アーツ腐りがちじゃない？大丈夫かな。無理だ。くっそー、やらかしたぜ。はい、これは食らいます。ただこのパーティー強いぞ。よし、これはしゃあない。いや、マジか。こっち。救出がちらついて打てないでしょう。はい、これも食らっちゃうよ。落ちないんでね、これ。相手のライジングラッシュを遅らせることができるっていうだけでも強いよね。タックルはないか。いやー、マジ噛み合っていく。これは使うしかないわ。よし、焦ったね。
これさ、ちょっと待ってくれや。どうすんだこれ。どうすんのこれ。いやマジで。ヤンキーでワロちゃんご。体力も多いでしょ。速圧で良さそうやな。全然避けてこないね。てか、またの悟空硬くね？すげえ硬いんやけど。はい、これも食らいます。で、相手救出あるんで、まあその辺ちょっと気ぃつけないといけないですね。はい、止めて打撃アーツ封印ちょっと困るな。よし、 OK。 あ、そう、救出出してきたんや。へえ。まあライジングかな。はい、ライジング。特殊アーツ腐ってんのバレてそう。よし、でこれメインで回復もできるんで、いやこのパーティーマジで強いと思いますよ。ほんまに強い。メインで見よう。ナイスタックル。はい、行くで。くたばっちまえ。結構入るはず。うわ強っ、強っ、めちゃくちゃやりよるやんけ。止めて、はい、よし、さあラス1。究極でもうぶっ放しても OK。 あざした。はい、マッチングしました。混血サイヤ人パーティーですね。対戦やっていきましょう。混血サイヤ人 VS サイヤ人、これはなかなか熱いぞ。やっていこうか。多分ね、またなケアして青色出てこないと思うんで、しょっぱなゴジータからいこうか。で、身勝手、あと1体どうしよっかな。まあ青か。うん、これでいこう。お願いします。こういうパーティーが強いよっていう動画なんでね。さあやっていこう、この3体。よし、青色出てこないよねそりゃ。おいしい。このまま殴って、うん、まあ泥足あるんでこっちで殴っていこう。バニシングゲージも大事にしよう。ゴテンクス硬いんだよな。マジか、合わせてくるか。はい、いやーマジか、それはつらい。まあでも耐久もあるんで、なんせ体力フラグメントつけてるからね、いっぱい。大丈夫よ。 OK。 はい、これは入るんじゃない。よーし、負けねえぞ。いやーマジか、くっそ、頑張ったんやけどね。くそ、何やってんだマジで、全然あかんやんけ。結構入るんだよな火力マジで。いい火力してるわ。いやーこれライジング飛んでくんな、どうしようかな。あ、飛んでこないか、マジで。やらかした。これもったいねマジ。よし、このまま行こう。はい、いや緑どうすんだよって話やんなこれ。マジできついぞ。緑ライジングで落としたいな正直。
オッケー、ライジングでいいわ。オッケー、緑落とせればバカ野郎がだいぶ動きやすくなるんで、まだ全然だあると思う。ないやろそれはそれはないやろ、そうなってくるときついやろ断然それはやっちゃいけねえよ、マジか、きついねライジング読まれちゃうとどうしようもない。ただまだラスワンのバカ野郎が残ってる、諦める時間ではない。喧嘩両成敗で行こうぜ、仲良く。よしよし、はい、素晴らしい。それはダメよ、メインで見て、相手もメイン使うね。 OK OK、はい、いただきます。もう一枚来ないか、残念。おお、はい、いただきます。よし、まあこれはしゃあないでしょう、喧嘩両成敗なんで。はい、ありがとうございましたギリギリやったね、まあ楽しかった。はい、マッチングしました。髪の毛パーティー対戦やっていきましょう。お願いします。赤色出てこないと思うんだよな。あーでもな、身勝手も出てこなさそうやなこれ、突的に。あーでもまたの悟空いるから、いやいっか、うん、こういう感じでいいんじゃないですか。結局ナンバーはベジータ使わんけど、うん、いいんじゃないですかこれで。はい、やっていきましょう。いやー、緑の強いキャラクターは今の環境ほんまに刺さるからね。ロゼがいい例ですよそれ。やっていくかい、出しがち。はい、やらかしいい、やらかし、なるほど、色同じやな、ミラーマッチ色だけ。ドラゴンボール貯められんのこれずるいな、ずるいっていうかきついな。よし、まあまあ OK、 これで変身しよう。入んのか、はい、いやーマジでそれきついな。瞬間移動使いたくないんだよな、まだギリギリまで。究極圧早めに切ってくれるんやったらそれはそれでありがたいんで。はい、さあこれで2回使ったね。 OK、 よし、柔らかいね、究極圧いっちゃうよ。こうワンチャン落ちそうやけどなザーン強え。 OK、 はい、怖え。いやちょっと待て、よし、いやーこれかぶさんのか、マジか。まあ狙ってんのは分かったけどね、まあでもどうしようもない、残念。
で多分メインで見てくると思うんで、ちょっとずらしてメインするか。でアイテムを持っとったらちょっときついな。してこないんか。オッケー。まあでもこれは削り切れるわけもなく残すんや。いやーこれ身勝手落としたいな。勝ったまた動く硬すぎひんマジで。えぐいな。うん、これ食らうわ。いやーこれ頑張らないと。いや落ちない落ちない落ちない。甘い甘い。オッケー、よーし、射撃アーズでいくか。いやこれ読まれたらきついぞさすがに。よかったマジ助かる。これさえ決まっちゃえばよ。ん？動かないね。どうした？なんやねこれマジでなんやねこれマジで。はい、コンピューターになったこれ。ちょっと右下見てなかったな。落ちない落ちない、全然落ちないよ。コンピューターになってるっぽいなこれ。残念だ。ほなな、さよなら。対戦ありがとうございました。はい、皆さんお疲れ様でした。今回は悟空3採用したサイヤ人パーティー使ってみたんですけど、いかがだったでしょうか。まあ非常に強かったんちゃうかなって思います。うん、やっぱ安定感もあるし、火力もあるし、耐久もあるし、カバチェンでね相手の攻撃カットもできるんで、まあ、非常に強力なパーティーなのは間違いないのかなと思います。まあ、こういうパーティー組めるんやったらナンバーワンベジータの凸を追ってもいいかもしれないですね。はい、ということで、よければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは良きドラゴンボールライフを。バイバイ。